航路の概要1、小結航、石灰石2、コークス3、ベルトコンベヤ4、投入口5、小結航、塊鉱石、石灰石6、コークス7、熱風管8、スラグ9、溶線10、スラグ車11、トーピードカー12、航路ガス分離機13、熱風炉14、煙突15、冷風16、微粉炭17、粉砕機18、分配機航路ガスは、航路で、 鉄鉱石を還元して、洗鉄を製造する際の複製物、BFG ガスとも略される。多くは、製鉄所内で、熱風炉や焼結炉などの燃料として、自家消費されるが、一部では、火力発電や、かつては、都市ガスとしても利用された。100摂氏150度の高圧化で、航路の路上部より、洗鉄1トンあたり1500から2000立方メートル、発生する。 可燃成分の一酸化炭素が23から30%、不燃成分の窒素が約60%、二酸化炭素が10から18%含まれる。一酸化炭素を含むため人体に有毒である。発火点は630摂氏650度、燃焼範囲は空気と混合した場合27%から75%である。可燃成分が少なく、 発熱量が3100から3900キロジュールマイリッポーメートルと低いため製鉄所内ではコークスロガスや天炉ガスを加える。都市ガスとして利用された当時は石炭ガスを加えていた。ありがとうございます。